ボズワースの戦い、ボズワースの戦い、バトルオブ・ボスワースもしくはボズワース・フィールドの戦い、バトルオブ、ボスワース・フィールドは15世紀イングランド王国のバラ戦争中の重要な戦闘である。この戦いは1485年8月22日にヨーク派の国王リチャード3世と対抗して王位を争ったランカスター派のリッチモンド白ヘンリーチューダー。 後のイングランド王ヘンリー7世の間で行われた。この戦いは、リチャード3世の戦死による敗北と、ヘンリーによるチューダー長樹立という結果で幕を閉じる。実際には、その数年の後に、ヨーク派を自称して、大位奪還を目論む勢力との戦闘はあったが、歴史的には、この戦闘をもって、バラ戦争の終結としている。厳密にはこの時点のヘンリー・チューダーは、 これ以前の反逆罪によって、リッチモンド博の称号を剥奪されている。この状態は、即位後に、自ら再除訓するまで続く。1471年のテュークスベリーの戦いの大敗北を受けて、フランスに身を隠していたヘンリーは、同年8月7日、イングランド王になるために、少数の兵、その多くは、フランスの傭兵と共に、故郷のペンルクシャーに上陸した。 リチャード三世はそれまでにもランカスター派の軍と戦ってきたが、この戦いが最後の戦いになる。対するヘンリーは軍事経験にこそ乏しかったが、味方として共に経験豊かで最地にもたけたおじであるペンブルク博ジャスパーチューダー、後のベッドフォード公爵とオックスフォード博を伴っていた。ヘンリーは父の地元のウェールズを駆け巡って支持者を集め、 中部地方に到着した時には、推定五千人の兵を集めていた。それに対して、リチャード三世は、約八千人を動員できた。戦いの勝敗を決したのは、ウィリアム・スタンリー教。さあ、ウィリアム・スタンレーとトマス・スタンリー男爵のスタンリー、兄弟の同行であった。トマス・スタンリーは、ヘンリーのまま父にあたるので、リチャード三世にしてみれば信用しすぎるのは危険では、 あったが、リチャードは、その配慮に欠き、兄弟の継続的な忠誠心に依存しきっていたと、言える。戦場は、レスターシャーのサットンチェーニー、スットンチェーニーと、マーケット・ボズワース、マーケット・ボスワースの近くであった。詳細な場所については、しばしば、戦場は、ダドリントン、ダドリントンと、ストーク・ゴールディング、ストーク・ゴールディングに近いところだったとする説得力の、 ある説が出されるなど、歴史学者の間で、議論の的になっている。ただ、リチャード3世が海戦前夜に野営した場所が、アンビオン、ヒル、アンビオンヒルだった、という点に関しては、大方の意見は一致している。もう一つの説は、実際の戦場がそこから10キロメートルほど西の、ウォリックシャーのアザーストーン、アザーストーンの北にある、メアベール、ミベールであるというものある。確かに、 戦闘の後に国王側からアザーストーンの町に対して賠償金が支払われている。戦闘はリチャード三世の本隊とヘンリーのフランス用兵隊との交戦から始まった。ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーとスタンリー兄弟の軍は両陣営の主力軍から少し離れたところに陣取ってい。彼らは戦闘の決着が見えるまでどちらにもつかないという。 詐欺的とも言える慎重さを示した。リチャード3世としては、スタンリー兄弟が味方しないまでも、せめて中立を保つように、人質を取っていた。戦闘は約2時間続き、序盤はリチャードの軍に有利だった。不幸にも、ウィリアム・スタンリー教、トマス・スタンリー教は、積極的に参戦はせず、ヘンリーの側について参戦することに決めた。 リチャードの軍は先にアンビオンヒルに到着して、兵士たちも休養が十分だったのに対して、ヘンリーの軍は足元がデコボコの地面の上に整列するのにさえ、手こずっていた。この理由については核ではない。リチャードは、おそらく混乱に陥ったランカスター派を徹底的に任して、それから突進したのかもしれない。だが、結果的にこの突出が失敗につながった。 ヘンリーは準備が整うと、リチャードを丘の上から引きずり下ろすために大砲と弓矢の間接攻撃を行った。リチャードの軍が突進するとき、リチャードは右翼軍を指揮する農産バランド博に草に参加するよう命令を出した。だが、相変わらず、中立を保つ農産バランド博は自らの軍隊をとどめて、この命令を拒否した。この行動によって、この日彼は、 逮捕されるが、間もなく新しいヘンリー七世によって釈放され、すべての釈意と所領を認められている。戦闘の行方をヘンリー優勢に導いたのは、近くに待機していたスタンリー教の決定であった。リチャードの部隊指揮官であるノーフォーク工場ハワードが戦死し、中立を保っていたスタンリー教とノーサンバランド博も相手方についたため、リチャードは戦況をひっくり返すために、 勇敢な、だが自殺行為とも言える突撃を観光した。突撃する先は主戦場から離れたところに退陣していたヘンリーの部隊である。この突撃でリチャードはヘンリーの騎手であるウィリアム・ブランドンを殺すほどに深く切り込んだ。だがリチャードの視界にヘンリーが入ってきた時、スタンリー教の軍隊が割って入ってリチャードの軍を包囲した。 ここで、リチャード三世は殺される。三十二歳であった。イングランド国王として戦死したのはリチャードが二番目であり、一番目は1六十六年のヘイスティングズの戦いで、ハロルド二世がノルマディー校ギオームに殺された。最後の王となる。リチャードの遺体は、不名誉にも勝利者によって埋葬された。この戦闘によって、バラ戦争の決着がついたと言える。実際には、 この2年後にストークフィールドの戦いが行われる。ヘンリー・チューダーは、退官してヘンリー7世となり、イングランドに118年続くチューダー朝を樹立する。ヘンリーは、ボズワーズでヨーク派に加担した兵を反逆罪に問うために、即位して、すぐに統治開始の日付を、この戦闘よりも前に遡らせた。ヘンリー7世は1485年に即位した時点では、 過去の反逆罪で死刑を剥奪された状態にあり、自身の遺産相続権も凍結されていた。だがそれは即位によって消滅した。この後、議会はボズワースでヘンリー国王に対抗した者は反逆者であると宣言した。トマス・スタンリーは10月にダービー伯爵にジョイされた。ノーサンバランド伯は1489年4月28日。 ヨークシャーにある自らの別邸で殺された。フランスからのブルターニュ防衛。当時この地域はイングランド領のための重税に抗議するボートに殺されたであるが、もう一つの理由は、ヨークシャーでリチャード三世紀の人気が依然高く、その死の原因がノーサンバランド博の裏切りにあったためである。この戦闘の後、ボズワースの戦いという名前が定着するまでしばらく、 この戦いは、リドモアの戦い、バトルオブレデモレと呼ばれていた。このことから、戦闘は、アンビオンヒルではなく、同じ地域の足の生い茂った、レディアレチ、モーロ、ディーディ、ムーア、レディモーロで行われたものと推測される。この戦闘が実際に行われた場所の研究は長く、続き、21世紀の初めまで続いている。この戦闘は、シェイクスピアの儀曲、 リチャード三世の見せ場である。しかしこのシーンは多分にシェイクスピアの創作、さもなくは戯曲以外に記録がないかと思われる。劇中でリチャードは突撃の後に落馬して叫ぶ。馬を、馬をよこせ。代わりに我が王国をくれてやる。と、そして彼の王冠は三座氏の茂みから取り上げられヘンリーのもとに届く。だが実際のリチャードは 兵士が王を見分けるための頭飾りを兜につけたかもしれないが王冠はつけてなかったであろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。